皆さん、はじめまして。徳島新聞メディアの鈴江です。今日は釣りに行ってみた第1弾の企画ということで、10月3日に行われました晴れ釣り大会にやってきました。現在は開始、イベント開始前でですね、まだそんなにお客さん集まってないんですけれども、スタッフの方が準備を進めたり、すでに屋台が来てたりといったような感じです。はい。今日はですね、熟練者の方に、釣り方を教えてもらいながら実際に、自分でも釣ってみたいと思いますので、最後まで、見てください。それではどうぞ。あと川なんて少ないと思うんですが、独魚が分かりました。すみません、ちょっとお手数かけるんですけど、はい、まずはリールに、リールから糸を出してガイドに通します。で、竿を出す時は竿の先から一つずつガイドを一直線になるようにして出していきます。しっかりガイドをね、クッとなるまでやって、まっすぐになるようにして出していってください。糸の一番先を今8の字結びにします。あるある。で、今8の字結びできましたね。で、ここへハゼの重りをつけます。で、これ今簡単できてますんでね、重り側のスナップ開けて、針がないじゃん、開けて引っ掛けるだけです。で、これをしっかり止めます。で、止めると、あと今の仕掛けはね、出すと針もついてます。で、こういう感じになりますね。で、これで仕掛けは完了。で、あとは餌をつけるだけ。ちっちゃい針なんでね、皆さん手刺さないようにつけてください。で、餌のつけ方なんですけど、ちょっと気持ち悪いですけどね、頭、黒い方が頭、細い方尻尾になります。で、頭の方へつけます。で、ハゼの場合にはチョンがけって言って、ちょっとかけるだけで大丈夫です。で、ちょっと気持ち悪いと思う、垂らしはね2センチぐらい。で、針先はほんの少し出しましょうかね。なんで短く切るんですか。やっぱりハゼがまだちっちゃいので、その少しずつ食べていって口の中に入るまでに逃げられちゃうことがある。一口でいける大きさにかけておいた方がいいと思います。で、これで OK です。ありがとうございます。はい。ゆっくり釣るってハゼはなんか結構あるんですかね、おとなしいと言いますか。そうなんです、あんまり泳ぎが上手じゃないんで、なるべくであれば流れが緩いところの方が釣れますよね。なるべくゆっくり動かして。あ、もう早い早いですね、すごい。あ、はい、ありがとうございます。まあまあですね、13センチはあります。13.5 13.5 センチ、はい、はい、ありがとうございます。ここまで行っちゃいます。ほら、食べきってないかと。そう、食べきってない。出てきた、出てきた、大きなのは。釣れました。
長、実行委員長、井上慎一、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと副長で請求していいですか。こちらも副長もします。はい、はい、行きます。